Hello everyone! 皆さんこんにちは。怪獣さつき .com へようこそ。私は怪獣さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、大変暑い日が続きますね。本日もですね、市議会、松阪市議会議員、怪獣常駅について夢の視点から語るというシリーズ、これでどうも10回目みたいなんですけど、10回目度にしていたんですが、全然終わりませんね。はい。ということで、今日も元気にやっていきたいと思います。で、今日はですね、怪獣取引議員 の、議員として取り組んでいる、テーマいろいろあるんですけれども、ずっと議員になった時から一貫してもうずっと追い続けていて、で結構、勉強会にも行ったりとかしてですね、すごく頑張ってやっているテーマいくつかあるんですが、そのうちの一つをご紹介したいと思います。それは松阪市民病院です。はい。で、松阪市民病院は市民病院というか市の病院なんでございますが、最近すごく評判が良くてですね。昔評判が悪かったとそういうことではないんですけども、すごくやっぱり公立の病院にありがちな経営がちょっとうまくいかなくて。で税金がどんどんあっちに行っちゃってどうなんだって話とかですね、いろいろあったんですけども、そういう財政面の改革、それから中の、例えばこのサービスとかですね、そういうことも含めてですね、すごくこういろいろな取り組みが花開いてきて、上向きになっている事業の一つらしいんですよ。で、それはですね、私個人的にもすごく体験しました。実はですね、4年前のちょうどこの時期、暑い時期だったんですけども、私の実の父親がですね、がんになりまして、で最初は大学病院にいたんですね。ですが、いろいろ病院の方も決まりがもうこうコロコロ、保険の関係とかで変わってきてまして、ご家族が、入院されたりとかいう経験ある方は分かると思うんですけども、大学病院みたいな治療がメインの病院は、治療が終わるとですね、もうさっさと退院してくれっていう、そういうちょっとドライなんですよ。しょうがないんだけども。なので大学病院にですね、もうすぐさま出なさいみたいに言われてですね、で最初それを母親がやっていたんですが、母親もう全然現状把握してなくて、お父さんが大変だみたいなので、お洗濯とかそういうので消耗しちゃって、どうもダメみたいで、最初は私ちょっと嫁に行っちゃった身でもありますし、一歩引いて見てたんですけども、途中からこれは日もさっきも行かないやとか思って、もちろん全面的に出てですね、で結局大学病院を出て松阪市民病院に入れていただきました。でなぜ松阪市民病院かというとですね、松阪市民病院には緩和ケア病棟が併設されているからです。でも、もともと父親自身が終末期医療っていうので、もう嫌だということをもう言っていまして、自分は緩和ケアに行きたいんだっていうのをずっと言っていたし、ドクターの目の前でもはっきり自分の口で言ったので、最初からそれということで病院探しまして、松阪市民病院に入ったということがあるんですね。でその時に最初は普通の病棟にいて、すぐ看護の方に入って、そこで最後を迎えたわけなんですけども、本当にすごくよくやっていただいて、例えばお会計のところなんかの雰囲気も、だいぶ前に松阪市民病院に来た時はちょっと割とちょっとなんていうかな、お役所仕事みたいな、すぐ待たされたとか、そういうのがあったんだけれども、そういうのもすごく解消されていて、本当に病院の雰囲気もね、活気があるみたいな感じになっていてですね、本当すごいなとか思って、それ以来ですね、本当に松阪市民病院さんにはお世話になっております。ありがとうございます。はい。でそれちょっと別の話なんですけどね。で怪獣議員はですね、その松阪市民病院の病院会計とかっていうのが本当難しいじゃないですか。でぶっちゃけ怪獣常駅議員はですね、あまり数字には強くないんです。どんぶり勘定な人なんで数字には強くないし、あと例えば
企業経営の経験があるとかじゃなくて新聞記者ですから、そういうのもないので、もともと財務諸表とかそんな読める人じゃないんですよ、はい、なんですけども、読めないと話にならないからって言ってですね、簿記の勉強を最初からやって、で、損益計算書とかああいうのが読めるところまでまあまあなんとか勉強してですね、でそれはまあ基礎なんだけど、それプラス病院会計の読み方また別だし、で自治体の会計 の読み方も全然別じゃないですか。でももちろん議員の仕事のメインはその自治体の会計のこと、予算、決算をちゃんと見るってことなので、それは分かるっていうのはまあ基本中の基本なんだけど、誰も別にそれを勉強してテストを受けて議員になってるわけじゃないから、多分議員になった時って誰一人そういうのをちゃんとやらなきゃいけないとか、どういう風になってたら自分は読めてるとか分からないで議員になってると思うんですよ、うん、でなったらなったでなんか軽い研修みたいなのがあるみたいなんだけども、やっぱりそれをなんか講義する人が市役所の人なんですよね。で市役所の人が議員の先生にですね、その学校の先生が生徒に言うみたいにちゃんとしなさいみたいに言えると思います、思いませんよね、先生たち ご承知と思いだと思いますが、こうこうこうでございますみたいにすごい丁寧にやって、もう議員の先生、あ、すごいです、すごいです、お分かりですよねみたいな感じで行くから、議員の人たちの方としてもうんとかみたいな感じで、ちょっとこんなか威張った感じになりますよね、やっぱり、うん、なんでぶっちゃけですね、あんまりそんなに素直に質問するっていう姿勢がある、個人的な議員さん以外はですね、なかなかそういうところ勉強できないと思うんです。でそれプラスですね、解決の議員はもともと数字に弱い、会計とか読んでそんなやった経験もないということで、すごい苦労してですね、政務調査費とかを使ってそういう研修って本当は受けれるのかもしれないけれども、自腹でだいぶ行ってます。あと本も政務今活動費っていうかな、政務活動費っていうので、なんかこう松岡氏の場合はもらうんじゃなくて、これ買いましたみたいに言って領収書持っていくともらえるとか、なんかそんな感じなんだけれども、そういった本なんかも政務調査費で買うことはできるんですけども、そうすると松阪市議会事務局のシールかなんかが貼られて、自分のものにならないんですよ、当然のことながら。でそれなんか議会に図書室か図書館があって、そこに保管されてるらしいんですよ、なんか市にも見れるらしいんですけど、で場所知ってます、私も知らないですよ、うん、で結局そうなると何もならないんで、結局自分で買うんですね、はい、で本も買ったりしてすごい勉強します、はい、ですので議会の一般質問なんかでも病院会計に出てくると会議の常に議員は必ず聞きますけれども、あれは本当に現在進行形で過去のことも全部含めてずっと追っていての話なので、あれはですね結構ねなんていうかちゃんとやっていると思いますね、はい、もう粘り強く。それですごい前越しになって気に分かったんですけども、で例えばですね、どんな感じに勉強してるかっていうのをですね、ちょっとこれ本人の許可が得てないんだけども、いっぱい本あったんですけど、ちょっと適当に持ってきたんですが、例えばこういう本とかね、でこれこの帯とかはもうちぎれてるんですけど、なんか会場的にこういう帯とかつけたまま最後にタイプらしく捨てると怒るんですよ。皆さんどうされてます？私はこういうの買ったその日に捨てるタイプなんですよ、うざいから。だけどなんか怪獣くんはですね、これないと嫌みたいなのちょっとあるんですけど、こういう感じで付箋、これなんかまだ少ない方なんですよね。でなんかこういう感じでなんかマーカーとか引きながら読んだりとか書き込みがあったりとかですねっていう感じで、こういうのでですね、いっぱい本は出てますけれども、すごく読みやすそうなやつからものすごい資料がガンとあるやつとか、いろいろ、その時の、自分 の調べてるテーマに沿ったものとか、誰かにおすすめされたものとか、あといろいろ勉強会、県がされてる勉強会とか、そういうのに出かけていくと、そこでなんかお話しされた講師の先生がお書きになってる本、これ多分ね
この方が何かの時に行使されていて、直接お話を伺ってそこで買ったんだと思います。そういうのとかで勉強しています。ということで、市民病院はですね、一つ大きなテーマとしてずっとやっておりますし、これからもやっていくと思います。本当病院って大事ですよね。で、儲けてはいいってものでもないし、で特にあと市民病院っていうのがなかなか皆さんご理解難しいと思うんですけども、例えばすごい稀な難病とかですね、そういうのって本当にもう何万人に1人とかがいるだけなんだけれども、それもここでいざとなったら治療ができるよっていうのがあるっていうのがセーフティーネットで市民の安心安全ですよね。だからそれって経営とは入れないものじゃないですか。経営するんだったら一番こうなんか標準的な治療でみんなが利用してこう回転も良くてみたいにすると何か何かみたいになっていくんだと思うんだけど、そういうのとは全然違うものなので、例えばこの市民病院が赤字だからダメってことでもないわけですよね。でもすごい赤字だったら経営が成り立たないから、結果として困ってる人が救えなくなるとか、まあ、そういうこともあってですね、いろいろ難しいらしいんですけども、それをまあ粘り強くやっておりますので、病院についてですね、全ての人がいつか関わるじゃないですか。何かありましたら、ぜひ怪獣常に議員にですね、あれどうなっとるやんっていうのをちょっと言っていただきたいと思います。答えなかったら勉強すると思いますね。はい。で、病院つながりでですね、もう一つ柱としてやっているものがですね、子ども子育て支援制度とか保育園とかなんですよ。で、保育園をテーマにして議会で一般質問をしたときはですね、結構すごいなんかびっくりされて、会社さんが保育園なのみたいな、なんか子育てとか保育園って女性議員のなんか先輩特許みたいな感じで、女性が子育て支援サポートしますみたいに、なんかうんと思うんだけども、怪獣常駅みたいな、普段なんか公共事業がどうとか、団子がどうとかって、そういうことを言ってる人がですね、いきなりなんか保育園とか言うと、とかってすごいなんか見てびっくりされたんだけども、そういうことじゃなくて、やっぱり少子高齢化。で、その病院の方はまあ高齢化に直結する方ですよね。で、その少子の方は要するに子供が育てにくい、育てるのが大変で産みにくいみたいなのがあって、それ結局子育てとかそういうファミリーサポートのところですよね。で、ここもやっていくとすっごく深くて、で問題がいろいろで、で実はですね、今年2017年の冬だったと思うんですけど、松坂は松坂ファミリーサポートセンターっていうのがあって、それはなんていうのかな、子育て支援の一つとしてやっているもので、普通のお宅が、短時間、お子さんを見るみたいな感じ。だからベビーシッターさんっていうのは、シッターさんがお家に来るじゃないですか。で、お母さんが留守中、シッターさんがお家にいるんだけど、そうじゃなくて、例えば保育園にお母さんが迎えに行けないので、ファミサポの契約してる別の人がお母さん代わりにその子を保育園に迎えに行って、でお家に連れて帰ってしばらく一緒に行って、お母さんが仕事終わってそこのうちに迎えに行くとか、なんかそんな感じのもので、結構それを毎日メインで使うってものではないけれども、あると安心みたいなものですよね。で、それをそのサポートの、支援者になる人のための講座っていうのがあって、すごいハードだったんですよ。全部で何回あったんだろう、すごいなんか何日も行ってました。10回とか20回とかあって、で全部出席したと思うんですね。で、最後にはなんかファミサポの、こう会員にもなってですね、ちゃんと終了したんですけども、その時も講師の先生が保健師さんとかお医者さんとか、あと保育士さんとか、そういう方が入れ替わり立ち替わり来てお話をされていて、で大抵聞いてる人は、子育てが終わった女の方とか、そういう方が多いので、女性が多くて、ほぼ皆さんリアルタイムで子育てしているか、もう終わったか、あと孫育てしているかとか、そういう人たちばっかりのところに一人行ってですね、
赤ちゃんはどうとかっていう話を聞いて、なんかすごく大事にしてもらったみたいなんですけども、すっごい勉強にもらったとか言ってまして、なので、また市民病院ね、病院の方すごいやっていて、なんかライフワークとしてやってるんですが、そこから発展してですね、この子ども子育て支援とか保育園とかファミリーサポートとか、そういう方もすごく精力的にやってまして、本当にやりだすと、あとあれ地方自治体でやれるものが大きいんですよね。なんか保険とか年金とかって国のものだから、あんまり地方独自にどうのっていうのはないから、こう待ち決まったものが降りてくるの待つみたいな感じなんだけれども、そうですね、こういう子育てとかっていうのは、割にその自治体の、なんかこうアイデアでできる部分が多いみたいで。で、やっぱりその土地土地で、どういうサービスが必要とされているかとか、なんか民間のね、保育園が多いとか少ないかとか、いろいろありますよね。で、あと働いてるお母さんの割合がどれくらいとか、いろいろあるので、隣の市でやってるからうちも真似すればいいとか、そういうものじゃないと思うんですけども、なのでそれもすごく多角的にね、いろんな方面から考えて、やっぱりね、こう話聞いてて思うんだけど、みんな子育て支援とかはあった方がいいってみんな賛成するし、なんていうんですか、特に女性の、ね、議員の人がいらっしゃると必ず子育てとかってちょっと言われるんだけれども、それはね、もうバンバンなるぐらいお金があればやってくださいって言って、どん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 予算つけてもらって、保育もバンバンつけばいいと思うんだけども、今もう全体的にもうお金がなくなってきている中で、高齢化が進み、医療費もいるみたいな感じになって、全体的にみんなもう本当に分取り合戦になっているところでやっていくっていうのは、やっぱりお金だけじゃなくて知恵も出さなくちゃいけないんでね、難しいところですよね。だけど、これは本当に私もですね、頑張っていただきたいと思っているところなので、これはですね、今の気持ちを忘れてね、ずっとやっていってほしいなと思っております。で、あと、そうですよね、あとね、病院の方とか、高齢の方の問題っていうのは、パイも大きいし、っていうか、関係する方も多いし、一人の方が関わる年数が長いので、ずっと続いていくんですけども、保育園の問題とかってはっきり言って、1、2年我慢すれば、保育園で保育園だって言ってて、お母さん次は幼稚園で、また1、2年で次は小学校っていうふうに、どん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 子供が大きくなっていくので、その時すっごいのそれで悩んでいても、通過しちゃうと次の問題が出るので忘れてしまって、当事者っていうのがね、コロ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 変わっていくじゃないですか。そこもね、なかなかね、実現にね、結びつかないところなんじゃないかなと私は思っています。なんで、そういうところね、人は変わっていいけども、地域全体として問題意識っていうのは持っていかなくてはいけないので、それはやっぱり議員の人のお仕事かなと思うのですね、これはぜひ頑張ってほしいと思いますね。ということで、本日はですね、松阪市議会議員会ですね、今日はですね、ライフワークとして取り組んでいる松阪市民病院の問題と、そこから発生いたしましてですね、最近こうことに力を入れている子育て支援、子育てサポートみたいなことなんだということをちょっとお訴え申し上げました。ちょっとなんか硬い話題だったけど、うまくいったでしょうか。ということで、本日で、10回目になりますが、なんかまだ終わらない感じがするので、またお目にかかるかもしれません。一応、解除させていただくかもしれません。バイバイ。